コズの趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはこちら、ドン。はい、久しぶりに出ましたね、ドラゴンボールスーパー超戦士シールウェハース、はい、こちらがね、久しぶりにウェハースシール出ました。まあこれね、前回とちょっと違うんですよね。今までドラゴンボール挑戦士シールウェハースだったんですけども、スーパーがついて、まあ中身もガラッと変わったような感じで言ってたんですが、まあどうでしょう。でしかもまた当たりシールがあるんですよ。シール2枚入り、前回5000枚のブロリーが出たのと同じ感じですね。はい、なのでもうこれ狙いで開けていきたいと思います。まあ、もちろんね、コンプ狙いです。全28種なんでね。28種とこれが出たらもう最高なんですけどもね。はい。まあこれ、1箱20個入り。はい。はい。なのでこれを、ね、はい。40個。はい。開けていきたいと思います。ではね、一つ一つめくっていきましょう。はい。一応ね、開けましたが、絵柄はこの3種類ですね。パッケージイラストは。はい。ではね、早速一つずつ開けてみていきましょう。はい。では記念すべき1枚目。せーの。ピラフマシン。はい。ピラフマシン。04。あ、今度スーパーになったんで、また1段に戻りましたね。スーパー1段。はい。04。はい、2枚目いきます。せーの。おー、これは。あ、今度曲が入ってるんだね。だんだん心惹かれてく。トラック4分の1。GT のね、主題歌ですね。09レア、はい、テレビアニメーションミュージックコレクションって書いてありますね。なるほど。はい、3つ目、せーの。あ、これはつながるやつだ、また。はい、あ、これ1番なんだね。冒険の幕開け、ウルマとウーロン。はい、4つ目いきます。せーの。これはベジータビッグバンアタック。これは AR ですね。 AR はね、アルティメットゴッドレアですね。アルティメットゴッドレアじゃないね、アタックレアだね。アルティメットゴッドレアはキャンペーンですか。はい。ということで、ベジータ。アタックレア。アタックレアって、なんか豪華になってないこれ。うん。はい。17。はい、5個目いきます。せーの。おっちょー、これまたすげえかっけえのが来たな。ホログラムだ。新しいね、確かに今までにない。金の白押しとホログラムが一緒になってる。はい、これは GGR ということで、ゴールドゴッドレアですね。ゴールドゴッドレアなんていうのができたんだね。26番、スーパーサイヤ人悟空。うわー、すっげー豪華。はい、はい、6枚目いきます。せーの。これは、あ、これもだんだん心惹かれてくの。4分の4。あ、曲はもうこの1曲なのかな。12番レア。はい、はい、
7個目、せーの、ご飯ね、はい、これは普通じゃないかな、ノーマルだね、06、はい、ご飯。8個目、せーの、おピッコロ、魔漢交差っぽい、スーパーレアだね、07、魔漢交差っぽい、はい、9個目、せーの、ちょっと待って、これダブったな速攻でダブったな、はい、01だな、うん、ダブリ。10個目、せーの、チライ、13番ノーマルチライ、はい、ということでね、折り返しに、11個目入ります。いやー出てほしいな、もう早い段階で出てホッとさせてほしいね。11枚目、せーの、お、これはブロリー、はい、スーパーレア15番、はい、12枚目、せーの、お、これまたゴールドゴッドレア、ゴールドゴッドレアの身勝手の極意だね。27番、すっげーかっこいいな、はい、13枚目、せーの、ダブルね、さすがこのシリーズダブリが多いな、はい、14枚目、せーの、チラ、あれチラ、んダブリです、はい、はい、15枚目、いきます、せーの、おお、これはかっこいい、スーパーサイヤ人4の悟空、はい、これはゴッドレアですね、普通にゴッドレア、ゴッドレアだけどかっこいいな、金の箱押しに普通のプリズム、はい、16個目いきます、せーの、これまたダブリー、ダブリー多いな、ちょっと待ってよ、17個目、せーの、あ、これ思ってなーい、はい、ご飯、和線香、セル編ですね、はい、アタックレア、和線香いいね、はい、18個目、せーの、これはまた曲だ、だんだん心惹かれていく、4分の3、はい、11、あとこれは4分の2のやつが出れば曲はコンプリート、はい、19枚目、せーの、これもつながるシリーズ持ってないね、02レア、では1箱目ラスト1枚、20個目、せーの、持ってない、持ってない、多分ゴッドレアですね、これはね、身勝手の極意、ゴッドレア23番、はい、さすがに箱でキャンペーンは出ねえか、相当運がないと、では早速ね、2箱目開けちゃいましょう、はい、2箱目突入、1枚目、せーの、持っている、ピッコロの魔漢交差砲、2枚目、せーの、
だダブルね。はい、3枚目せーの。これは持ってるやつや。ゴールドゴッドレア、苦手の極意のゴールドゴッドレア。はい、4つ目せーの。持っている。ちょっと待って、すげーダブってんだけど。5個目せーの。持っている、やばい。はい、6個目せーの。持ってない。アタックレアだ。キエンザン、クリリン、このクリリンかっこいいな。アタックレア19番、キエンザン。7個目せーの。持ってないぞ。ゴジータスーパーレア、はい、16番。8個目せーの。持っている。ご飯、はい、9個目せーの。持っている。はい、10個目せーの。持ってないぞ。ラディッツスーパーレア05、ラディッツ。200個目、折り返し地点11個目、せーの。持ってないぞ。これはゴッドレアかな。はい、ゴッドレア21番、悟空。22枚目せーの。持ってないぞ。これも、これはミュージックコレクションの4分の2。ついにこれでミュージックコレクションコンプリートこれだけコンプリートしてもね。はい、13個目せーの。持ってない。ブロリー、はい、ノーマル14番。はい、14個目せーの。これまたアタックレア新規候補天津飯、かっこいいなこれ。アタックレア20番、新規候補これはセル編で使ったやつか。すごいね、このアタックレアって漢字がこう表記されてるからかっこいいんだよな。白星で、かっけえ。15個目せーの。これまた持ってないぞ。孫悟空蛇の道だね。ノーマル8番。もう順調に持ってないのも来てる。16個目せーの。持っている。ゴジータ、はい、17個目せーの。これは持ってない。つながるシリーズだね。はい、レア3番。はい、はい、18個目せーの。持っている。19個目せーの。持っている。はい、ついに来ました。200個目最後ラス1。頼む、来てくれキャンペーン。ラスト1枚せーの。持ってない、持ってない。ゴッドレアでした。でも持ってないのが来てくれてよかった。ゴッドレア22番。はい、ということでね、2箱40個、開封しました。ちょっとね、一回揃えて何が出てないのかを見てみたいと思います。はい、一応ね、
何枚あるか見てみました。全28種のうち、まあプラスキャンペーンのうち私が出たのは26枚、はい、いや全部揃ってなかったわ普通のでも。25番と28番がなかったですね、はい、両方ともゴッドレアです。はい、ゴッドレアがやっぱりそんな出ないのかな、うん、これの前後がないんですよね、はい、あとキャンペーンね、うん、キャンペーンはないにしてもね、ゴッドレアも1個出てほしかったな。まあここにね、これがダブったやつです。ゴッドレアこれもね持ってるやつだからね、はい、こんな感じでダブりましたね。200個買ってこんだけダブるっていうね、まあいつもながらですよね。はいはい、ということでね、ドン3箱目。まあもちろん3箱目買ってあります。ということでね、開封して今度こそコンプリート目指したいと思います。はい、では3箱目の1枚目、ここからは多分ダブリが激しいと思うんで、もう巻きますね、はい、巻いて早送りとか飛ばしたりしちゃうと思います。はい、まあ、結果ね、全てダブった場合はカットします。はい、ということで1枚目、せーの、はい、ということでね、多分全てカットかと思いますけれどもね、全部ダブりました。いやマジか、ほんとこのシリーズコンプリートの道が長い。はい、3箱目のダブりはこんな感じ。しかも3箱目に限ってはね、ゴールドゴッドレアが1枚しかなかったよ。っていうことはやっぱりアソート的にゴールドゴッドレアの封入率が低いね、うん、キャンペーンはもう全然出る気がしないね。前回の5000枚のブロリーの時は自力で引いたんですよ。今回2万枚なんで出やすいかなと思ったんですけどね、さすがに3パー5じゃ出なかったですね。甘かった考えが。いやどうしようかな、買うかまたボックスで開封していくか、金銭面を考えるとどっちがいいかなって感じだね、うん、まあ、とりあえずね今回はねこのような結果と、はい、なりました。全部でね、はい、よいしょっと、はい、ということでまた開封するかどうかは分かりませんが、手に入り次第まあね開封したいと思います。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。